次はね、ルーナの話をします。これちょっと笑っちゃったんだけどさ、なんかこの前ツイッターでとある飲料水をなんか飲みすぎちゃって倒れちゃったみたいなツイートを見て、でそれがなんかルーナがよく飲んでるやつだったんだよ。まあなんかその本当に普通に飲んでたら大丈夫なんだけど、なんか飲み方よね。でそれで、え、おいルーナこれ危ねえじゃん、絶対これやるわと思ってルーナにこれ危ない危ない危ないみたいな、もう脳裏にさ、なんかこうお風呂上がりにさ、その飲み物をバーって何本も飲んでさ、なんかなーって言いながらさ倒れるさ、か弱いルーナがさ思い浮かんじゃって、それでなんかだやばい、すぐにこれはルーナに教えないとと思ってルーナに、でこれさ、これちょっとやばいやばいみたいな、ちょ本当に気をつけてみたいなって言ったら、なんか何人なんかいろんな人からそのツイッタールーナのところに送られてきたらしくてでもね、わかる、心配になるよなルーナってみたいなのがわかる、それわかる、連絡したくなるの。あ、ツイートしてたんだ。そう、もうわかる。なんかまず普通に例えばスタジオとかで収録しててみんな水とか、スバルだったらポカリなんだけど飲んでるんだけど、なんかそのルーナが飲んでる飲み物を見てなんかえ、お、え、だ、大丈夫大丈夫、え、ね、熱中症みたいな、なんかちょっと心配になるんだよ、その栄養ドリンクだから、いわなんか栄養ドリンクっていうか、だからえ、だ、大丈夫みたいなってなって、やっぱりみんな心配だよなっていう、まあ、ルーナ今年の夏マジでヤバそうだから、暑さ的な意味で気をつけろよルーナ、みんなも熱中症とガブ飲みには気をつけよう。でも本当に心配になった、なっしょいね、なっしょいって本当にルーナ言ったんそれ。なんかなっしょいってたまにさコメント欄で見るんだけどさ、本当に言ったの、みんながさしょっちゅう言ってるよあ、しょっちゅう言ってんだ。どういう時に言うの？モンハンでハンマーぶん回す時に言ってる限定的すぎる、モンハンじゃないと見れないんだ、オラーみたいな感じかな、魂が震えた時、かっこいいなその言い方。ルナシャイン、攻撃を重ねて阻止するんだ。私は学生の頃機械体操部に所属しておりました。お、体柔らかい人、女子がレオタードに着替えて演技をするのが非常にうなっしょいなのですが、ん、ちょっと待つなな、何の話をしてんのな、おい何の話だよお前、うなっしょいってな、伏せ字見た、なんでうなっしょいをそういう風に使うんじゃねえよ、うなっしょいが変な意味に捉えられるだろう。みんなうなっしょい、うなっしょい何だと思っているのな、今日の姫様はセクシーでうなっしょいです。どうよね、リングフィットアドベンチャーとか結構なレベルでうなっしょいです。なんでうなっしょい、おい、うなっしょいってなんだよ、うなっしょいって